こんにちは。J リーグ考察 TV です。J リーグ開幕以来、一度も降格せずトップリーグで戦い続ける伝統ある鹿島アントラーズ。そんな鹿島アントラーズを熱いプレーで引っ張るのが鈴木優馬選手です。そんな鈴木選手の魅力はどこにあるのでしょうか。2019年7月、ベルギー一部のシントロトロイ VV に移籍。2022年1月3日、2年半ぶりに鹿島アントラーズに復帰。復帰会見では、アントラーズを優勝させるために帰ってきたと力強く宣言。背番号はクラブに多くのタイトルをもたらしてきた小笠原光が背負った40でした。 三尾さんと比べるのはまだまだですけど長く鹿島を見てきたっていう意味では僕がつけるべきじゃないかなっていう思いでつけさせてくれと強化責任者に言いました一方でやんちゃないージもありますしかしただ一つ言えるのは鈴木選手はこれまでレッドカードをもらったことがないということですピッチを離れれば非常に礼儀正しく真面目な人物と評されあれだけやんちゃに見えて実は理性が働いているという意見が多くあります鹿島を愛しサポーターからも絶大な人気を誇る鈴木選手この闘争本能をむき出しのプレーが鹿島のコラソンと呼ばれる理由ですまだ27歳今後日本のコラソンと呼ばれる日が来るのでしょうか これからも注目したい選手です。